ボタンタケカは、ふんたまかビズナボタンタケモクに属する菌類のトガ、ニクザキンカとも。このトガに属するカエンタケは、毒性が強いことで知られている。トリコデルマは、ボタンタケ属に対応する、不完全菌類でごく普通、時にキノコ栽培に被害を出す。ボタンタケカの種は、一般的には明るい色を持っていることで知られており、黄色、オレンジ、 赤等の明るい色の種がよく知られているが、そうでないものも存在する。兵士の核を小座と言われる構造の中に多数作るのが特徴である。ボタンタケカはもともと優勢世代に対して命名されたものである。タイプ属はヒッピコリア FR であるが、対応する無償世代のトリコデルマピアースのシノニムとみなされる。このためトリコデルマをタイプとする仮名として、トリコデルマか、 トライカダーモットラチ FR が先、な県を持つが、仮名としてはボタンタケカを保存名とすべきだと提案されている。2014年末の時点で編纂されたアウトラインオブソーデリアマイシッツによると以下の属が含まれる。1844年、玉かび目に肉座菌化として認識されたのが始まりである。20世紀末になって分子情報が 利用可能になると大雑把に3つの系統からなることが明らかとなり、1999年にボタン竹かベニアーツブ竹かビオネクトリアかの参科に分割された。ありがとうございます。